結婚前提に付き合ってほしい。僕にとって君は天使だし女神。マクドナルドどこだ。おお、こんばんは。また来やがったよ。やばい、変なのやばい、来た。俺のことカレー屋に欲しい。おお、ペンさん、大丈夫か。ちょっと、開けれる。開けらんないです。あ、おお。せーなるバリア。なるとな、まあ、ボルさんにちょっと話ができたんだけど。ジャのものは入れません。なるとな、まあ、ジャのものって。ボル、あの、ここ入れ通れなきゃから。ボルさんはいるか、ボルさん。誰さん？ボルさんだ、ボルさん。ボーラさん、ボーラさん。ボーラさん。あー、ボルさん。太陽化だから。はい、行くぞ。あー、開けんなよ、お前。お前、ボーラさん、君かぜ、お前。ボーラさん。よし、ボルさん、行きましょう。いつもの。行きましょう、いつもの。なんだ、いつもの。いつもってなんだ。私、警察官のボイラテンガリンじゃなく、この町に生きている一人の男としてあなたに報告しなければならないことがある。なんだよ、太陽前。すいません、マックさん。え？あなたがいないとこで物語が進んでしまった。ちょっと待て、ボーラさん。私たちはいつでも歩むときは一緒。ええ。トライアングルの力を忘れたか。何をしたんだ。私は何もしていない。ロスサントス、なんて街なんだ。ちょっと待て、ボーラさん。話が早すぎる。ボーラさん。ええ。マックさん、ガッツカルタっていうのか。ガッツカれました。ちょっと待て。おい、本当か。ちょ、待って、お前。マックさん、本当かそれ。私で、うん、担当直人に言わせてもらいます。うん、メキとお付き合いすることになりました。おい、ボイちゃん好きって。え、いきなりか、お前。もうちょっといきなりでしたね。ボロさん。ええ。あなたにはね、実は言わなかったんだけどさ。はい。万太郎先輩と私はもう、メキの気持ち知ってたんだ。私にもね、その、ボロさんのことを、好きだったんだ。おい！ああ、ちょっとね、私もその場で言えなかったんですが。うん。結婚前提のお付き合い。うん。それ、ね、言わなかったか、お前。いや、言えなかったです。すいません。何を待ってた、お前。いや、本当にね、僕。ボーラさん。いや。今日言いなさい、そら。今日？うん。昨日の件な。ちょっと断らせてもらっていいかって。一回断って。それで、ええ。改めて、こちらから一つお願いがあるんだと。結婚前提でお付き合いしてくれませんか。ちょっと待ってか。ボーラさん。ちゃんと私見守るからな。これメキの。あ、この声は。黙っとけ、お前。ここはいつ来ても変わらないな。そう、ここにやっぱ思い出深い場所じゃない、僕らにとって。うん、やっぱりね、ここから僕らの、なんだろう、ストーリーが動いたと思うんだよね。まあ、そうだね。そう、テニス楽しんでさ、まさかあんなに楽しんでもらえるとは思ってなかったから、僕のテニスが。うん。そう。で、まあ、ここに来て、マックさんが用意してくれた料理食べてさ、うん、いい雰囲気になったじゃない。ヒロシのネタとかね、面白かったし。面白かったよね。そう、お互いになんかここでまた一歩近づいたというか。うん。でね、まあ真面目な話があるって言ったじゃない。うん。昨日の話なんだよ。昨日？うん。昨日付き合うってなったじゃない。あれを、付き合うって話を一旦断らせてくれ。断る？うん。で、僕の話をまだ聞いてほしい。結婚前提に付き合ってほしい。
昨日は僕ちょっと言いたかったんだよ本当は。そのただの付き合うじゃなく結婚前提としてお付き合いしたいなって、それだけあの真面目な気持ちを伝えたかったんだよ改めてね今日。どうして私がいいと思った？昨日さ、うん、話した内容そのものなんだけど、僕って警察官で、まあ、ダウン何回もするじゃない、危険な目にあったり、うん、そばにいつもいてくれたのはメキだったなって、うん、思い返せばね、真面目に真剣に付き合いたい、そういう気持ちがあるから結婚前提に付き合ってほしいっていう。僕にとって君は天使だし女神、言葉じゃちょっといいうまく伝えられるか分かんないんだけど、僕が辛い時も心を救ってくれたのはメッキだなって、メッキにもそういう存在でありたいなって僕は思うから。すぐにとかじゃないよね。もちろんもちろんもちろんそうだよ、もちろんお付き合いする期間はあるに決まってるでしょ。うん、そんなすぐにあの結婚だけど、なんだろうな、結婚前提っていうのは、うん、そ将来をちゃんと考えて付き合っていきますっていう意思表示、うん、か、うん、それぐらい真剣にメキとの交際を考えてますっていうことを伝えたかったんだ、うん、ちょっと重いかな。いやびっくりしてちょっとそれはびっくりするよね、こんな急になんかねえこんなこと言われたら。すごく嬉しいです、うん、答えはすぐには出せないか。前も言ったけど救急隊としてじゃなくて、うん、きらめきらとして支えれたらいいなって思ってたから、うん、よろしくお願いします。あっメキ、通りすがりの人生の先輩風のおじいさんのぼやき、男女二人で寄り添って歩いていくというのが幸せだと言われていますが、こんな82のじじいがね、言うのも説教臭いけれども、いろいろとぶつかり合うことも増えていくと思うよ。なので、私からそんな男女の関係がうまくいく6か条。まず一つ目。急に不機嫌になることがあります。女性は秋を聞いてもね、教えてくれないこともあるけども、そんな時は懲りずにとことん付き合ってあげるのが男の仕事だと思うよ。そして2つ目、定期的に褒めるといいと思うよ。爪が綺麗とかね、太ったとかね、のんでりなことはやめた方がいいかもね。そして3つ目、ちょっとしたプレゼントが、日頃のプレゼントが効果的だと思うよ。ちゃんと自分で考えてね。ただ短くてもね、下手でも手紙が一番女性は嬉しいよ。西野カナダ。そして
たまにはね、四つ目、旅行とか行くのがいいんじゃないかな。ロスサントスでは難しいかもしれんけど、あ、北の方とかね、なりますから、連れてってあげるといいんじゃないかな。そして、記念日、もう今日ですよね。おしゃれなディナーや、いろんなものをエスコートね、することが大事だと、アバウや、大切にしてね、永久保証の私だから。以上、ジジイからの恋の六箇条取扱説明書でした。じいさん風に言い直しただけやすね。通りすがりのサラリーマンぼやく。ひろしです。いつもは妻のシーンに惹かれている俺ですが、少しだけ嬉しいことがありました。ひろしです。いつも俺が帰宅しても何の返事もなく無視されるんですが、今日はお帰りなさいと言ってくれたんです。ひろしです。どういう風の吹き回しだろうと思ったら、今日は妻との結婚記念日でした。ひろしです。すっかり忘れているだろうと思っていたら、ちゃんと覚えてくれていました。俺は幸せ者です。ひろしです。ひろしです。ひろしです。夜空に涙を流す警察署長ぼやき。はい。ああ、段階を踏んで歩み寄るって素敵だな。俺は妻3人に死なれてるし、今の嫁さんとは出会い方があれだったし、段階踏んでねえし、じゃあそんな素敵な夜に、まあそうだな、出会えて出会えた2人にこのフレーズを送りたいな。うん、2人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑っていたくて、ありがとうやせい。ありがとうや。ああ、ありがとうや。ああ、愛してるじゃ。愛してるじゃ。せい。まあだ、愛してるじゃ。歌詞朗読やめて。まあだ、足りないけど、せめて言わせて、はい。幸せです。素晴らしい。いろんなとこ行けたらいいな。まあこの場所、この町さ、そんな、まあ島だから。大きい町ではないかもしれないけど、うん、それでもまだ行ったことない場所あるでしょ。うん、あるよ。なんかね、北の方に温泉があるとか、なんとかって前聞いたことがあるんだ。温泉か。あ、露天風呂さんが言ってたな。知ってる？うん、でも行ったことない。そう、僕もね、レン先輩がなんか紹介してくれようとしたんだけど、あの人全然分かってなくて。そうなんだ。前に行ったんだよって言ったけど、本人も忘れてるぐらいだったから。行ってみたいな。ねえ、混浴できるからね、露天風呂。そうなの。あ、
水着着てってこと？そうそうそう。あー、そっか。よくない？そうだね。この朝の風に乗って手をつないで二人はお家へ帰ってくのでした。そろそろ帰る？そうだね。伝えたいことを伝えれたし。これ？え？さあ帰ろう。ちょっと恥ずかしいか。メキ軽いな。お疲れ様でした皆さん。おおおおおええ感じやないか。お疲れ様でした。いい感じだったね。あいい感じ、素晴らしい素晴らしい。いい場面立ち会えたよ。いやよかった、緊張した本当に。泣くんじゃないぞ、ママさん。帰って、いや、お前さ、俺は釣ったときはいいだけじゃなかったんか。釣ったことだけじゃ、お前足しびらして、お前な、あの大変そうだったから、お前口動かさせてあげたんだ。おかげで、一気に緊張きて、喉かいて死にそうだったわ。いや、よかったんじゃない？すごい。よかった。二人の。本当にすごい。でもマクドナルド、俺らがここにいたってことは秘密の話だ。さあそうさ、そうだよな。彼らの今後、後ろから見守っていくよ。そう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 。知らないな。何も知らない警察署長さ。かっこいいことじゃないか。忘れた。忘れた。忘れたね。ああ、よくだ。よし。